시작과 동시에 뒤지고 시작하는 주인공. 그리고 어김없이 신을 만나러 왔으니 오마이노 진세와 가코쿠스기다. 단인니 우라기라레 이에나 이야마이니 다오레 유에니 와타시와 오마이니 다이니노 진세와 아타에오토오무 아라타나 진세 스키나 요니 이키사세테 야르즈. 오레 농교 야테미타이데스. できたら あまり人が来ないところで 農業をしながらのんびり暮らしたいなって. 그러자 만능농기구에 힘을 내려준다며 이 세계로 전이시키는데 눈을 떴을 땐 광활한 숲에 혼자 떨어져 있었죠. 確かに人が来ない場所を希望したが、これは人が来られない場所なのではないだろうか. そうだ! 万能農具って… 어? これか! 만능농기구로 농사를 지으면 아무리 활동해도 지치지 않았고 자동으로 최적의 농사 환경을 만들어줬으니 결산먼치기 능력을까지 남지었지만 열매는커녕 풀 하나 나지 않는 척박한 땅, 거기다 들짐승의 습격도 받을 수 있겠죠. 따라서 그가 찾은 거점은 우뚝 솟아있는 거대한 나무였죠. 거점을 찾았다면 다음은 물을 수급해야 하는데 나뭇가지나 쳐들고 수맥을 찾는 방법은 뭐 통할 리가 없었고요. 만능농기구 스킬로 땅을 파서 지하수를 얻자는 작전이었죠. 덕분에 훌륭히 물을 확보했고 물이 확보됐다라 次は 식료 또 이기다가 불신이나 것이 맞다고 구속을 감지나이. これも 만능 농구의 힘이다로가. 이즈레 화타케를 만들고 싶어도 この 木は 邪魔になりそうだな. 따라서 도끼를 소환해 가볍게 한번 쳐보는데 이건 뭐 거대한 나무가 일도양단 되어버렸으니 이후에도 기구를 변경하며 순조롭게 가공을 합니다. 토리아이즈노 네그라토시테 急いで幹を掘って穴を作った。家具や小屋を作るには色々試行錯誤が必要だ。本当に異世界にやってきたんだな。引き続き畑を作るために周囲を切り開いていく。なんだこいつ。万能農具の桑で首に一撃。巨大ウサギの頭は耕されて ふかふかの土になった。せめて食料としてありがたくいただかせてもらう。食べるものを食べたら出るものが出る。次に作ったのはトイレだ。 따라서 편안하게 사용해보는데 이건 마음이 놓을 리가 없겠죠. 결국 머리를 굴려 쾌적한 화장실을 만드는 데 성공합니다. 이러이러寄り道をしたがようやく畑を作り始めた. 그렇게 훌륭하게 밭을 개가는 남주였지만 이건 뭐 씨앗이 없으니 소용이 없겠죠. 하지만 개싼먼치킨 만능농기구의 힘, 이제 뭐 없던 씨앗까지 만들어버리는 기적을 보여줬으니 まあ何かは分からん。分からんが これからやることは決まった. 들짐승들이 건드리지 못하도록 펜스와 함정을 치는 남주였고 오두막을 지어 자신의 보금자리까지 만들었죠. そうやってここでの暮らしが軌道に乗り始めた頃 어째 늑대 친구들이 이쪽을 빤히 쳐다보고 있었으니 저도 이노시시를 시도메테 니크노 쇼리니 고맙다이다 도코로다. 가다호와 하라가 膨らんでいる. 미오모노 메스를 連れていて 何か 別の 獣に 襲われたんだろうか. 거기서 갑자기 고통으로 소하는 어미늑대, 출산이 임박했음을 직시한 남주였고 그들을 위해 보금자리를 내어주는데 다음날 돌아왔을 땐 귀여운 새끼들이 태어나 있었죠. 출산을 오에타라 이누타치와 도코카니 잇테시마우카토오모타이타가 どうやらここについてくれるようだ。犬たちは獲物を買ってきたり周囲の見回りをしてくれている。犬が野菜を食べるとは思わなかったがうまそうに食べている姿を見るともっといい野菜を作って食べさせてやりたくなるな。犬たちでは呼びづらいので名前をつけてみた。 농사를 하면서 깨달은 사실이 있었는데 作りたいものを想像しながら万能農具で耕すと種がまかれた状態になる。万能農具で植えた作物はとても早く成長する。 犬たちとの生活はとても楽しい。 もしずっと一人きりだったらもっと寂しかったんだろうな。 順番待ち。 거기다 이제는 거미 친구까지 만드는 남주. 거미줄을 이용해 순식간에 손수건을 만들 정도로 손재주가 좋았으니 식량을 주는 대신 옷을 만들어주며 추운 겨울에도 끄떡 없었죠. 거미 친구들은 물론 늑대 친구들까지 평화로운 생활을 보내고 있었던 남주였지만 ザブトンからの警報。黒に連れられやってきた森の中。出会いはいつも突然である。助けて、お願い。言葉が通じる。 따라서 구해주기 위해 옷을 걸쳐주는데 이때다 싶어 남주의 목덜미를 무는 이 녀석. 그러자 눈나 캐릭터로 성장을 해버립니다. 오카게데 다스카타.
물론 남주를 물은 탓에 늑대들에게 호되게 혼났고 어느샌가 다시 꼬맹이가 되어 있었으니 君は 敵なのか? 違うの! あいつらをけしかけるのやめて! やめてってば! 彼女曰く 俺たちと出会ったのはただの偶然 血を吸ったのは力を回復するため 一匹なら追い払えるかと思ったのに はい、先に手を出したのは向こうでした 결국 한 번 더 피를 빨게 해주며 회복을 시켜주는 남주였고 밭을 구경시켜주는데 난생 처음 토마토를 먹으며 너무나 기뻐하는 그녀였죠 やっぱり嬉しいな 褒められると 이후에도 계속해서 다른 작물들을 구경했고 그런 생활이 너무나 즐거운 그녀였죠 彼女の名前はルールシール ヴァンパイアとのこと どうやら彼女は薬草の研究をしているらしい ちょっと貴族と揉めたのよ 私の研究を横取りしようとするんだもの それで抜け出してきたら物騒な追っ手までよこしてきてね 따라서 숲으로 숨어든 것이었는데 그때 남주를 만난 것이었죠 今日は驚きの一日だ こんな出会いがあるなんて そうだ、こんな偶然 二度とあるかわからない もしよかったらこのままここにいてくれないか 俺と一緒に暮らしてほしい できればずっと それって この機会を逃したくないんだ この通り! ちょっと待って その… 随分急ねでも私追われる身だし 構わない ヴァンパイアだし 問題ない! わかったわよわかったけどちょっと急すぎていきなり プロポーズだなんて 물론 자각 없이 말한 남주였지만 비밀을 알고 오히려 조화를 시전해버렸으니 결국 그렇게 함께 살게 된 그들이었습니다 ルーが一緒に住むようになって本当に助かることばかりだ 소금도 없이 요리를 해먹고 있는 남주를 위해 염분이 있는 층을 알려주질 않나 마법을 사용해 불빛을 만들어주질 않나 항상 도움이 되어주는 소중한 존재였죠 하지만 또다시 사건이 발생한 곳으로 가보는데 이번엔 또 새로운 여자가 잡혀있다 大丈夫か? 네,なんとか 그러자 마법을 사용해 자가 치유를 하는 그녀였고 루? 아!ここにいたのね! 루루씨! 쟤는 대체 정체가 뭐야? 改めまして 私はティア 見ての通り電子族です この人は街で暴れて賞金がかかってますから この人は怪しい薬の研究ばかりして行く先々を爆破して回るんですからそんなに何回も爆破してないわよそんなわけでここに来たのはティアから逃げるためだったのところで この方は? 私の旦那様旦那様? 旦那様って今までそんな風に呼ばれたことなかったのにそんなことよりあなたもここに住まない? え? ここにですか? きっとあなたも気に入るわよ 早速行きましょう! ね! 신이 나서 함께 일군 밭을 소개해주는 루였는데 직접 재배까지 하면서 농사의 참맛을 느낀 티아였죠 畑仕事って思った以上に達成感がありますね 決まりね! 一緒に住んでくれるわよね? 私一人じゃ体が持たないのよ はい? 아, 물론 농사 얘기였고요. 대체 무슨 상상을 한 거야? 티아가 들어오니 더욱더 수월해진 농사활동. 하지만 이상 밭을 늘리기엔 한계가 왔으니 조금 出かけてきます. 데바! 何の用事だろう? 마,すぐ戻ってくるわよ. 数日後, ルーの言った通り, ティアが帰ってきた. たくさんの女性たちを連れて. ティアさんに勧められてここに来ました. 是非私たちも一緒に住まわせてください 안타깝게도 전쟁에 휘말려 고향을 잃었고 방랑하면서 정착할 곳을 찾고 있었죠 どうですか? ね、いいでしょ? 色々な同居人がいるけど喧嘩しないようにしてくれるなら構わない 他の同居人とは? プロたち! それと座布団よ 그렇게 새로운 식구가 된 엘프 누나들 새로운 집을 만들기 위해 이래저래 바빴고 엘프 누나들의 발전된 건축 기술은 으리으리한 집을 만들기 충분했죠 ここが 彼女たちにとって 안주の地になるといいな 거기다 건축술은 물론 こちらでお世話になるにあたって
採掘と家事仕事をさせていただこうと思います。그러자용광로를만들어냄비를뚝딱만들어냈으니거기다이제는밀가루반죽까지해서빵을만들어낸다焼きたてのパンの味は格別だった。今さらだけどここって誰かの土地だったりするのかな。誰かの土地ってわけじゃないと思うけど、勢力圏で言えば魔王かな。魔王？うん。その魔王、俺が勝手に畑や家を作って文句言ってくるか。そんな心配してたの？大丈夫よ。ここを作ったのがあなたなら、ここはあなたの領地よ。아역시정신은틀리죠그리고다음날거미친구가여왕벌을잡아왔으니가지면의近くに蜂の巣用の小屋を作った。10日ほどで中に大きな巣が完成。このまま放っておけば蜂蜜が取れるのだろうか。거기다물을끌어오기위한구덩이를팠는데수로를만들어강에서부터물을끌어오기위함이었죠。滝の上に取水口を設置。土台に土を持って水路の部品を置いていく。彼女たちの協力のおかげで思っていたよりはるかに早く工事が進んだ。그덕에물고기가잡히는건덤이었고오랜만에생선구이를맛보는남주였죠。好評だったので今回は売り切れたが、たくさん取れた時は塩漬けにして保存しておくことにした。せっかく水路が完成したことだし、田んぼを作ります。그러자순식간에땅을파더니수로를열어물을채우고그곳에서보내기를시작하는남주였으니最初は戸惑っていたリアたちもすぐに慣れて、田植えは順調に進んだ。거기다엘프누나들의검수를이용하면벼수확을순식간에끝내버립니다。탈곡기를소환해사용한뒤ふるいにかけて葉っぱやわらくずを取り除いて、臼でもみ殻をそぎ落とし、絹でついてぬかを取り除く。그렇게그리웠던쌀을볼수있었죠。가마솥밥으로다가싹지어주면기가막힌밥의완성이었고누나들을위해주먹밥을만들어주는남주개꿀맛인덕분에금방동난주먹밥이었습니다。이후에도모내기에힘써주는누나들진흙범벅에더러워지는그들이었지만그냥뭐마법한번이면그대로깨끗해졌으니민나마호대요골에오기레이니되기르미타이다가こういう時は一っぷろ浴びたい気分だよな。風呂ですか？ああ。それはどういう…温かいお湯で体を洗う場所だ。하지만목욕탕이란개념이이세계엔존재하지않았고남주의고집아래착착진행되는목욕탕공사どうしたの？今さら気づいたんだが、風呂や生活で出た排水を川に流してもいいのだろうか。그러자그에대한대책으로슬라임을잡아온티아下水を流す途中にスライムの浄化プールを作った。이제는장작만뜨면목욕탕의완성이었죠。今から風呂の使い方を教える。体を簡単に洗ってから。あのすみません。実演してもらえると助かります。따라서직접시범을보여주는남주몸을깨끗이한뒤뜨끈한탕에몸을담그면이건뭐천국이따로없었죠。그러자너도나도목욕을하러들어오는데아진짜남주개부럽죠。이후에도새로운엘프가들어오며더욱커지는남주의마을과연남주의유유자적농가생활은어떻게될까요。지금까지이세계유유자적농가였습니다。せめてもの埋め合わせとして希望に満ちた第二の人生を与えたのだが、あ、この森ってヤバい魔物だらけの危険地帯じゃなかったか。確か死の森とかいう神だってミスはするのだ。